アサリちゃん、アサリちゃんは、室山まゆみによる日本のギャグ漫画作品、および、それを原作とした、テレビアニメである。36年間の長期にわたり、小学館の学習雑誌市場にて連載された。コミックスは、全100巻。小学館の学習雑誌、小学2年生で、1978年8月号から2014年3月号まで。 足掛け36年にわたって連載された漫画作品であり、作者、出さんの代表作でもある。過去には、月刊コロコロコミックや、ピョンピョンチ茶を、小学1年生、小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生などの雑誌にも連載されていたが、後に初出詞の小学2年生のみの連載となり、 小学2年生2014年3月号をもって終了した。本作の連載第1話となる小児書室の話は単行本未収録となっているが小学2年生2014年3月号に再掲載された。第31回昭和60年度小学館漫画賞受賞。1982年にはテレビアニメ化されている。小学4年生の主人公。 浜のアサリの周囲で起こる出来事を中心に描いたギャグ作品であり、日常的な出来事の他にも異世界やファンタジーなど SF 的な風味も取り入れた幅広い作風が特徴である。作中の時代設定は、掲載時とほぼ同じに合わせてあり、時代に合わせた言葉遣いや時代を象徴するもの、スマホやパソコンなども数多く登場する。また、 登場人物が年を取ることはないが、誕生日を祝うシーンはある。作者はもともと友達が少ないタイプだったので、学校行事などの集団生活に思い入れがなく、連載当初の登場人物は、一家のみで、家庭内で物語が完結するスタイルをとっていた。しかし、テレビアニメ化の際、登場人物の少なさを補うため、アニメスタッフからの要望で、 かなりの数の新キャラクターを追加、カバ先生、森のカケスなど、これが原作にも逆輸入の形で反映されたことで、物語の幅が広がる転機となったという。最終回は、アサリがオリンピックに出て、金メダルを取る話という構想もかつてはあったが、最終的には、特別じゃない終わり方にしようと、ごく普通の回、畳の卒業。 アサリの五年生新旧最後を締めくくることになった。また、最終巻きおまけの作者のページでは、読者から送られてきた最終回予測である、アサリちゃんは病弱で、漫画好きな女の子アサリが自分をモデルに描いた漫画だったを実際に漫画化しているが、あまりにも悲しい結末ということで最後のコマで作者が、こんなのアサリじゃない、不可、没。こんな話絶対ダメ。 却下している。単行本完結後も廉価版コミックで新作を、発表している。2015年、小学2年生8月号増刊アサリちゃん、幽霊妖怪大集合。では後書き、作者のページで、皆様が、アサリちゃんを応援してくださる限り私たちは何度でも、不死鳥のようよみがるでしょうとコメントしている。本作はもともとドラえもんなどと同様。 小学館の学年誌に掲載されるための低年齢向けギャグ漫画というジャンルで開始された。開始から10年目程度までは読者層の性別を問わない一話完結のスラップスティックギャグ中心の内容だった。しかし、女性の著者が少女を主人公に描いていたこともあり、アクセサリーや復職の話など男児をあまり色紙の内容が盛り込まれるようになっていった。 1988年、少女漫画誌、ぴょんぴょん創刊の際に新作連載がそちらに移ると、この傾向は加速していき、1990年代頃には、ギャグ漫画ではあるものの、内容は女児向けを主体としたものになっていた。後、茶を遺跡を経て、学年誌に戻った後もこの傾向は解消されずむしろ、強まっていく。このため、本作品を、低年齢向けギャグ漫画とするか、 少女漫画とするかは意見が分かれる。なお、少女漫画と分類した場合、一般に少女漫画最長とされているパタリロよりもわずか数ヶ月だが早く連載が始まっている。またコミックス観光数でもしのいでおり、ジャンル内最長作品となる。単行本は小学館のテントウムシコミックスより発行。全100巻。テントウムシコミックスでは、 最長の関数と掲載期間を持ち、総発行部数は2650万部。また、ピッカピカコミックスより10巻まで発行され、以下続刊している。小学3年生、小学4年生の9巻に伴い、100巻での連載終了が決定。98から100巻は、書き下ろしとなるムニファンクラブ開放、座敷豚通信で作者が公表している。全巻。 キンドル版、デジタル版、コミック小学館ブックスで発売されている。単行本では通常、下校の特別編などを除く、1話、約8ページ読み切りのストーリーで完結し、稀に続編として、数話にわたって続くものもある。浜野家や学校を舞台とした読者が、感情移入しやす身近な出来事をネタとしたものが多い。また、読者から送られてきた手紙の内容をもとに作者が、 構成をしたストーリーも数多く再録され、採用者は、マイマキ、マキ内の作者のページで紹介されている。いくつかのマキでは重版の際、不適切な表現を含む作品が修正、または別の作品に差し替えられているが、詳細は公表されていない。2014年9月10日、小学館は、アサリちゃんが、二人組によるコミックシリーズとして、 最多の発行関数、女性作家として、ギネス世界記録に認定されたことを発表した。二人は、ただ普通に漫画を描いてきたことが記録として、認定されるのは気恥ずかしくもありますが、それ以上に誇らしい思いもしていますとコメントした。上述の通り、定期的な連載が終了した後も、不定期な新作発表は行われており、作品そのものは継続している。 小学5年生に進級したアサリの姿を描いたアサリちゃん5年2組の単行本が2016年7月22日に刊行された。アサリちゃんをはじめとする浜の一家はホタテ島木街町10番地に住む。ホタテ島木街町にある創立60周年になる公立の小学校アサリ、畳が通う学校である。学校自体にこれといった特色はないが男子生徒に イケメンが多く、女子生徒も芸能活動をしている子供が多いと、生徒の外見的なレベルは高いのが特徴。アサリの小学校イコール桜外小学校という設定はアニメ化と共になされたもので、アニメ化以前の話では、アサリの学校が盆走症となっている話、七巻、私が、ええスよなども存在する。ゲストの中でも、 一回のみの登場にもかかわらず印象、部会は空き役たちを挙げる。アサリちゃんではサブタイトルに大長編とつく話が4話収録されている。86巻、現在、33巻に収録。いわゆるクロスオーバー作品。作者の同じドロロンパの大福寺アこと、小野小町が登場。物語がドロロンパ。 サイドから始まり、小町の行動をメイン軸としてストーリーが展開していく。さらにラストも、ドロロンパ。サイドの天末で締められるため、どちらかといえば、ドロロンパの外伝といった方が近い。この作品でのアサリたちの役割は狂言回しもしくは突っ込みで、特にアサリは、小町の本人的には必死の行動に辛辣なチャチャを入れている。この作品で、 畳とあんこは、県科学力テストで一点差のライバル同士だったと、語られる。このテストで勝ったのは畳。しかも畳は、この一件であんこを脅威に感じており、持ち前の心の狭さを遺憾なく発揮する。61から65巻、67巻に収録。畳が主人公の漫画。小学2年の畳と幼稚園児のアサリが登場する。当時の畳は、 小学2年生。この頃から頭が良く、すでにメガネをかけていた。アサリに、いつも振り回されていた。当時のアサリは、桜街幼稚園の年長である。当時の母、サンゴは、ヘアスタイルが、ストレートヘア。当時の父、イワシは今とあまり変わらないが、少しだけ若々しい。56から69巻、73から79巻。 83から84巻、86から87巻、89巻、93から99巻に、収録、61、66、75、94、95、97巻は除く。高校生になった、浜の姉妹を描いている。アサリは、高校1年生。 小学生の時と同じで運動大好きの勉強嫌いだが、地元の巻貝中学を卒業後、名門貝柱高校にて、陸上短距離選手として、学費、学力免除の特待生になっていた。陸上での成績は、優れているが、素行の悪さは相変わらずで、顧問とコーチを悩ませている。身長は低いままで、基本的な性格は、ほぼ変わっていないが、髪を茶髪に染め、 口紅の色や化粧に凝ったりと、小学校時代には疎かったファッションに敏感になっていることが大きな相違点である。得意の絵で漫画家を志し、すでにコンクールで入賞経験がある。しかし画力が高い反面ストーリーの構成力がいまいちであるため、大きな賞を受賞するまでには至っていない。畳は高校3年生、英才学院中を卒業後、 中学生アサリちゃんでは、巻貝中学に進学したアサリと同じ制服を着た姿で登場している、貝柱高校に進学。受験を控えており、背もかなり伸びていて、アサリとの身長差が頭一つ分以上になっている。顔立ちの整った美少女へとなっており、大人っぽく成長している。生徒会に所属しており、大磯児をはじめとする後輩たちに頼られている。 関数が増えていくにつれて、顔がどんどん可愛くなっていき、そのことは作者自身も認めている。母、サンゴは中年女性となり、少し顔が老けている。出番は少ない。父、イワシは中年男性となり、あまり変わっていないが少し太っている。出番は57巻のみ。うにょは老犬となっており、にょンと泣くのは今と同じ。 出番は57巻と89巻のみ。矢部浩二、茨いは、貝柱高校を受験したが、不合格。同窓会には出席していない。三崎きめり島井崎は、同じ高校、四福の高校に進学。吉川ゆかりは二人とは違う高校に進学。港帰り、相川守もるも、同じ高校、高校名不明に進学。より大人っぽく、 美男子になっており、女子生徒からモテている。また相変わらず、仲が良く、未だにつるんでいるため、公モだと言われることも多いらしい。谷氏マイケルは、国籍のあるアメリカに渡り、そこで暮らしている。大井祖司は、高校1年生。貝柱高校に進学。風紀委員となっている。早井太郎は、高校1年生。スポーツ名門高校。 揚げ巻高校に進学。アサリをライバルと公言したびたび勝負を挑んだりしているが、その気持ちの中には恋愛感情も含まれている様子。単純な性格から大い素地をやびヤマトとアサリとの関係を誤解し、嫉妬の念を抱いたことも、顔がそっくりな親戚が登場したことがあった。本編での出番の少なさとは裏腹に、ハイスクールアサリちゃんでは出番が多い。 桜貝小学校校長、岩穴の助は教職を退職。不真面目なアサリを指導できないとぶを去ったコーチの後任として、貝柱高校を陸上部にやってくる。ピアマトは、貝柱高校に並ぶ、名門新学校、カモメ学園の2年生。長身で、筋肉質な体格を活かし投擲選手として活躍。図書館で出会った畳に好意を抱く。 なお、87巻のハイスクール編は彼をメインに据えた物語となったため、ハイスクール日、ヤマトとして収録されている。70巻と75巻に収録。保育士となって活躍するアサリの姿を描いている。雑誌、幼児と保育像看護に掲載された。保育士になったアサリは、園長からは、園児並保育士と言われる。よって、子供には大人気だが、 園長からは給料を渡すより、託児料を取った方がいいのではないかと思われている。児童を思うあまり保護者に向かって一方的に膜し、立てる感情的な面は見られるものの、子供の理解者たりうる保育士ぶりを発揮している。後輩として、副担任の田丸義彦先生も登場。あさりは、客観的に先輩として振る舞う落ち着きすら見せる。ただし、 以上の話の筋立てに対して、作者、作者ちゃんは、アサリが保育士なんかなれるわけがない。こんな保育士に子供を預けたくなんかない。とコメントしており、あくまでも雑誌の企画によって執筆された、アサリちゃん本編とはつながり得ない、パラレルワールド的なストーリーであることが、明言されている。65巻、76巻、77巻に収録。 人生の達人を自称する産後ママ子と浜野産後が読者からの悩み相談に回答するコーナー。相談室とは名ばかりで実際には何の役にも立たない回答が多い。そのためアサリから鬼畜系身の上相談と評されている。単行本完結後に書き下ろされた新作。アサリは5年生、畳は中学1年生という設定。 新しい担任の松原さより先生登場。アサリちゃんのアニメは1982年1月25日から1983年2月28日の13ヶ月間テレビ朝日系列で放送された。当初はコロコロコミックでも連載されていたが、関東などでは同志の当時の看板漫画ゲームセンター嵐のアニメが裏番組となったため、 1982年3月号をもって同志での連載を終える。当時のアニメ、放送業界には強い東京集中意識があったため、方言、熊本弁が抜け切っていなかった作者姉妹はアニメ制作スタッフに意見をしても、方言をからかわれてしまいまともに話し合いにならなかったと、アニメに対して必ずしも自分たちの意図が反映させていないことを語っている。2005年、 アサリちゃんセレクションとして DVD 全4巻が発売された。最高視聴率は1983年12月9日再放送の第42話視聴率関東22.9%。初の全話収録完全デジタルリマスター版 DVD として2014年1月29日に思い出のアニメライブラリー第16週アサリちゃん DVD ボックス。Box デジタルリマスター版パート12014年2月28日に思い出のアニメライブラリー第16週アサリちゃん DVD ボックスデジタルリマスター版パート2が TC エンタテインメントより発売されたパート1は第1話から第27話パート2は第28話から第54話が収録されている なお本作が終了して3年1ヶ月後の1986年3月31日には同じ出演バル作でありながら新映動画制作によるスペシャルアニメミスターペンペンにもアサリが早くで出演している。サブタイトルはアサリ役の三輪の活絵が読み上げている。系列は現在のもの。1982年3月30日公開の東映漫画 祭り内で劇場版新作、アサリちゃん愛のメルヘン少女が公開された。上映時間は25分。テントウムシコミックス第4巻に掲載されたアサリちゃんのメルヘン劇場をもとにした作品で、アサリがシンデレラや狼と七匹の小ヤギなどの世界童話の主人公に噴する内容。オープニングについてはテーマ曲、映像ともにテレビ版と同様。 ただし、タイトル表示部は、アサリちゃんのタイトル登場が、テレビ版よりも早く、その後に、副題の、愛のメルヘン少女が登場する。また、ラストのアサリの歩行場面は、アサリが涙を拭く場面が省略されている。一方のエンディングは、テーマ曲については、テレビ版の、私は、女の子を2番まで使用し、映像については、映画オリジナルである。 本作は劇場用に公開された後、テレビ版の第53回1983年2月21日放送分としても使われた。この作品を単独収録したビデオソフトは発売されていないが、p d ボックス d v d ボックス,スーパーセンタイザムービーには東映漫画祭りの予告編が映像特典として収録されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。